IoT では無線通信が活用されますが無線通信を活用する上で重要になってくるポイントが電電波波の有効利用用ですすすす無線通信ををるるということとといいううここは活になります同じ周波数帯の電波を複数の機器が同時に使うと電波が干渉してしまい通信が不安定になることがあります。w i f i で使われている周波数帯には 2.4GHz 帯と 5ギガヘルツ帯の2種類があります 2.4GHz という周波数帯は実は電子レンジで使われていますそのため Wi-Fi を介してタブレットで動画を見ているときに近くで電子レンジを使用した場合見ていた動画に雑音が入ったり途切れてしまったりするなど通信に異常が発生する場合があります電波という限られた資源をルールを守って みんなで共有しながら有効活用することが非常に大切です先ほど電波の周波数帯と申し上げましたが電波を利用する際は適切な周波数帯を使う必要がありますここでは電波の周波数とその特徴について見ていきましょうこちらをご覧ください携帯電話やタクシー無線といった電波は 極超短波、UHF という周波数帯、衛星通信、衛星放送といった電波は、マイクロ波、SHF という周波数帯を利用しています。電波利用機器では、最適な周波数帯が選択されています。では、周波数によってどのような特徴があるのかというと、周波数が高くなればなるほど光に近くなっていくイメージで、 光のように一直線に進むので建物などに遮られやすくなります逆に周波数が低ければ低いほど建物などの影にも回り込みやすくなります一方伝達できる情報量としては周波数が高くなるほどたくさんの情報を送ることができるという性質があります IoT においては Wi-Fi 周波数帯でいうと 2.4ghz 帯や 5ghz 帯がよく使われてきました。現在では周波数が低く、電波の回り込みが大きく、遮蔽物にも邪魔されにくい、920メガヘルツ帯の無線通信技術も活用されるようになってきました。ここではニーズに応じて活用できる周波数帯がそれぞれあるということを押さえておいてください。